洗濯したら縮んじゃって旦那さんが着れなくなっちゃったんでお下がりでもらいました。はい、こんな感じのゆるい格好で。こんにちは、いなこです。今日はね、とある日のネットスーパー購入品を紹介したいと思います。私はね、イトーヨーカドーのネットスーパーとローソンのネットスーパーをよく利用するんですけど、ローソンは毎週日曜日に届けてもらってて、イトーヨーカドーは平日の夜に届けてもらうような感じでいつも利用してます。娘が0歳の時に外に買い物しに行くのが難しいっていう時にネットスーパーを使い始めて、で今でも仕事が終わった後に娘と一緒にスーパー行ったりとかすると本当に大変で、すごい仕事で疲れてるのに娘がスーパーでこれ買ってみたいな感じでダダをこね出すと本当に疲れてしまうので、もう絶対平日は、平日の仕事の日は普通のスーパーに娘と行くのはやめようって決めてまして、イトーヨーカドーのネットスーパーを利用してます。まずは日用品、こちらフレラップ、なんかね2つ買うと安いみたいな日だったので2つ買いました。しっかりしてる感じがしてすごい使い心地がいいのでいつもフレラップを使ってます。2つで556円でした。多分ね安い日だった。はい、こちらじゃん、ドライペット。冬の時期でジメジメしだすので、もうね、カビとか生えたら嫌なので押し入れとかに入れようかなって思って買いました。本当はね、このね、ヨーカドーセブンイレブングループの、このね、真っ白でシンプルなやつが本当はあるんですけど、なんか売り切れてたのか、これしかねちょっと購入できなくてこれを購入してみました。3つで178円でした。はい、野菜類、何かと便利な、もうね、何の料理でも結構使う玉ねぎ5個買いました。あと5個で100円でした。安い。ネットスーパーだからって高いとかじゃないんですよね。ちゃんと、もうね、お店と同じ値段で買えるやつです。ごぼう買いました。本当はね、泥付きごぼうの方が美味しくて好きなんですけど、洗いごぼうの方が安かったんでちょっとね、洗いごぼう買ってみました。この量で105円でした。じゃん、ほうれん草。なんかちゃんと新鮮なほうれん草。ほうれん草が1袋95円でした。ベビーリーフ。ただサッと洗うだけで楽ちんなベビーリーフで、こちらが105円でした。サラダ菜で59円でした。次、じゃん、レタス。レタス半分買いました。使い切れないとすぐね、悪くなっちゃうんで、ちょっと、ね、半分の買ってみました。半分で80円でした。人参をバラで1本買いました。バラで1本31円でした。娘が大好きなバナナ、ちゃんとね、こうやってバナナが潰れないようにこうね、ちゃんとプチプチに包んでくれるっていう丁寧さで、食べよっか。バナナが1袋105円でした。はい、次はお肉系。プレミアムフレッシュお肉、アメリカ産ロース生姜焼き、 100g あたり105円でした。豚肉の細切れ買いました。 100g あたり95円でした。安い。ヘルシーな鶏むね肉 100g あたり62円のもの買いました。どんどんいきます。次は秋田県産大豆を使ったふっくら納豆。なんか食べたことないんですけど美味しそうだなって思って買ってみました。138円でした。いつも食べ慣れてるこちらの北海道産大豆 100% 使用の納豆、セブンプレミアムのやつで、これが100円ちょうどでした。ね、サラダにパパッとかけるだけでサラダ、豆サラダが作れる。パパ95円でした。娘が食べる用のヨーグルト、娘ヨーグルト大好きなので2つ、父安クラシックヨーグルト2つで210円でした。
1つ105円。これすごく私大好きなんですけど、チーズロール、セブンプレミアムのチーズロール、すごい、これ4つも入って127円。ちょっと温めるとね、またね、ふっくらして美味しいんです。おすすめです。で、娘が食べる用の甘食とね、卵蒸しパン、これも美味しい、これをおすすめこれも大好き、卵蒸しパン。最近娘がコーンフレークを食べるので、最近娘があの牛乳かけないでこのままコーンフレークを食べるんですけど、砂糖がねかかってないとね、味薄めのコーンフレーク1袋買いました。とマイグラ、フルーツグラノーラのフルーツが入ってないバージョンらしいです。なんかね、美味しそうかなと思って買ってみました。とこちら娘が食べる用のミートソースのレトルトとカレーのレトルト買ってみました。長期に保育園を休まなきゃいけないという時に、旦那さんが娘の面倒を見て私は仕事に行くっていう日があるんですけど、そういう時のお昼ご飯用にレトルトを買っておくようにしてます。これならね、あの旦那さんこうご飯よそってこれをかけるだけでいいので、いいかなって思って買ってます。はい、最後こちら柿の種わさび味柿の種3袋買いました。これはね、ちょっとあのたまに急にこう旦那さんとビール飲もうかみたいな時に、おつまみね、ちょっともう作るのも面倒っていう時に柿の種あると便利なので、ストックで置くようにしようかなと思って3つ買いました。はいはい、こんな感じでトータル今日は4074円買いました。イトーヨーカドーのネットスーパーすごく便利で、未就学児がいるママだと配達料100円で送ってくれるので、100円でスーパーに行く手間が省けるならもう絶対送ってもらった方がいいと思ってすごいね、あのヨーカドーのネットスーパー利用してます。こんな感じで今日の動画はとある日のネットスーパー購入品でした。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。